はい、どうもスタッフケンタです。今日は5月の19日、木曜日となります。 AV ログスタートとなります。非常にですね、暖かい日が続いておりまして、日の出がめちゃくちゃ早くなっていますね。今日も朝3時半ぐらいにちょっと起きちゃって、4時頃からですね、外を見たら少しずつ明るくなってきておりました。はい、この時期はですね、しっかり早寝早起き、朝トレ朝活頑張っていきましょう。はい、さて、今日はいくつかトピックスがありまして、まずはですね、TOJ からお話ししていきましょうかね。で、TOJ、ツアーオブジャパンですね。今日から、木、金、土、日とですね、4日間のステージレースで、総合成績が争われます。日本でもこれ最大級なレースになっていますね。はい、で昨日ですね、参加選手のあのエントリーリストが発表になったんですけど、なんと我らZWC アライズのですね、所属しておりますあの加藤涼こと加藤涼くんがですね、チームユーラシアの選手で登録されていまして参加するということで、あの昨日はですね、ちょっとあのチーム内のディスコードで盛り上がっていたりなんかしました。はい、まあ、あの E1 でもですね、私一緒にカトリオと一緒にあの群馬でレースやってたんですけど、あのガンガン攻めるですね、これスタイルは彼の本当素晴らしいところでありますので、あの今日これからかな、朝9時半ぐらいからあの TOJ のですねライブ配信が YouTube であると思います。はい、今日から4日間ありますので、あの加藤涼、加藤涼にですね、注目してください。あのチャットで加藤涼と加藤涼頑張れと、あのちょっとチャットで打ってみてください。はい、よろしくお願いします。続きまして、昨日ですね、18日水曜日定休日だったんですけど、あのロングライドにですね行こうと思っておりましたが、その前日のですね朝にあのグストのですね2023年モデルの情報がですねチラチラと流れてきまして、で、その時はまだ反応してなかったんですけど、あのその夜にですね、グストジャパンの方がツイッターでですね反応しまして、これはすぐちょっと情報を出さないとというような感じでですね、昨日一日定休日だったんですけど、あのトレーニング半分仕事半分というですねスケジュールになってしまいました。しかもトレーニングもですね、朝早朝5時からやって、あと、仕事そして夜ちょっとトレーニングみたいな感じでですね、そんな感じのスケジュールになってしまったんですけど、あのすぐですねこのグストの2023年の動画ですね、アップさせていただきましたおかげで、あの少しはですね注目が集まったようです。あの見ていない方はぜひチェックしてみてくださいね。一応ですね、まあ、ちょっと内容を言う と、新型の、グストのそのエアロフレーム的な感じのに、新型のアルテグラの DI2 12速を搭載しまして、価格もですね、他社よりも比べてかなりお買い得な設定となっていると思われます。思われますというのはあのグストジャパンがまだ発表してないので。はい、で入荷にはですねこれちょっとかなり時間がかかってしまうんではないかなと予想しているんですけど、来年以降から、まあ、来年の夏頃というような感じで私自身予想しておりますが、あのこの時期にですね、まあ、ディスクロードを購入してみたいなという方はですね、気長にちょっとのんびり待ちましょう。あの予約してね。はい、でメインチャンネルの方にですねアップした動画の方をリンクをですねこちらの動画の詳細欄にも貼っておきますので、あの見ていない方はチェックしてみてください。今日の最後はですね、この後メインチャンネルにアップしますお話の中で、今日今さっきまでですね、新しい NRC のサングラスを使ってサイクリングをしてきました。これです。ババーン、ルクセ。私自身ですね、まあ、いろんなサングラスを使用してきましたが、あの2015年頃からですねもうこの NRC のサングラスの虜になってしまいまして、まあ、それ以降ですね全てのサングラスを NRC に統一させていただいております。
まあそれ以外にもですね、いろんなサングラスを使ってたんですけど、NRC のサングラスの良さはですね、あのレンズの質の違い、もうこれ圧倒的に違います。あのしっかりとですね、例えばレース中にコースのラインが瞬時に判断できたりとか、パンクしそうなですね路面を察知できたりとか、もうあの目の見え方とサポート力はもうこれ全く違いますね。で特にまあ先日のですね、例えば大磯クリテリウムなどのですね、まあ、高速で走るレースに関しては、まあ、瞬時にですね、そのコースのラインを見極めなければいけないので、本当にですね、目を守ってくれるサングラス、視界がですねしっかりと見えることは重要だなと感じております。で今回ですね、新しく発売されたルクセというモデルですね、流行りの大型レンズで、レンズはですね非常に見えやすく、あの安心感がなんかプラスされてるなというような感覚はありました。またですね、これメインチャンネルの方で、詳しいお話をさせていただきますが、こちらのサングラスをですね、オンラインショップでも販売させていただこうかなと思っております。気になっている方はですね、ぜひこちらの動画の詳細欄からオンラインショップをチェックしてみてください。19日、明日あたりですかね、オンラインショップに入れようかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。このサングラスなんかね、ちょっとね、エロいんですよね。エロい。なんか、以前アップした時にモデルの方もですね、なんかこれすごいんですよね。あのもじゃもじゃ系でね、はい。このサングラスにちょっと合わせてですね、ヘルメットも少し変えてみようかなと思っております。もうですね、 OGK のヘルメット 3,4 年ぐらいちょっと使用していまして、まあ、まだ使用できるかなとは思うんですけど、このサングラスのカラーにちょっと合わせるような感じでフレッシュな気持ちでですね、シーズン後半を戦っていこうかなと思っています。はい、という感じで今日は以上となります。TOJ ですね、誰が総合優勝するのか楽しみですね。カトリオ頑張れ。応援よろしくお願いいたします。それでは、5月の19日木曜日、仕事頑張ります。またアップします。